リント家の飼育環境紹介ということで、さーっと見ていきましょう。はい、こちらがペットマンションのようになっているところの飼育環境でございます。上のこの部分が袋ももが5匹います。こちらがですね、うららちゃん寝てますね。そして次が、はるくん、こっち見てるかわいい。そして、ギョロメちゃんとはるくん、ポーチの中で寝てますね。はい、そして次が、パッチちゃん。パッチはプラスチックの中で寝てますね。ポンポンだってかわいいですね。はい、次がセーブシシバナヘビのサナちゃん、サナッチですね。こちらもシェルターで寝ております。はい、そして、レオパード月光のルフ様とロペ様、こちらもシェルターの中で寝ております。こちらは何も入っておりません、こちらのね、ロペとルフが夫妻になりますので、その子が生まれた時に、こちらの方の中に入れていこうかなと思っております。そして次が沖縄シリケンイモリとエゾサンショウウオの黒くんと、沖縄シリケンイモリの、あちらにいるのがカルだね。カルちゃんとここにいるのがローですね。はい、そして次がサバンナモニターのシェフィとサニーになります。はい、そしてこの辺にね、餌入れがあったりだとか、ピンセット、水差しなどなどですね、そしてあとは掃除機ですね、うんちを吸ったりするために使っております。そしてここに、フクロモモンガちゃんたちのポーチをかけておける場所があって、こちらに、隔離とかね、するときに使うための、プラケースとか裏にもケースがありますね。で、こちらがフクロモモンガちゃんたちのポーチをですね、かけておくためのクリップをしまっております。こんな感じ、はい、自作のクリップですね。そして、押し入れがですね、フクロモモンガちゃんたちのカヤンポならぬ押し入れんぽができるような形で、こんな感じになっています。そしてここに餌をね、置いとくストックの場所を作ってあって、ここで餌を用意、そしてミルクを入れたりだとか、こちらでね、餌を用意したりっていう形になってます。そしてあとマシュマロがあるって感じでございます。はい、うちの子たちの飼育環境でございました。ということで、以上リントでした。